It's One Piece 大好きウォッチポップ。今回のテーマはこちら、過去動画まとめ D の石編。さあ、前置きはこのあたりにして早速いきましょうか。 D の石と麦わら帽子に関するガチ考察、参りましょう。 D の石に密接に関わってくるであろうロジャーの帽子、正確に言うと麦わら帽子はシャンクスに、味覚帽子はレイリーに預けているんです。まずはその決定的瞬間から、はい、ドン。968話おでんの帰還にて描かれたこのシーンです。冥王と呼ばれる男サイコさんのレイリーに何か言葉をかけというセリフとともに、ロジャーのもう一つのトレードマークである味覚帽子が渡されています。さらにその次のシーンも重要です。ロジャーが船を降りる場面、男の別れだ、誰も涙など流さなかったのシーン、セリフとは裏腹に全員の号泣シーンが描かれて、ん？あれ？レイリーはいない？あ、いた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 、ちっちゃ、あれ背中向けてる。はい、そうなんです。このシーン非常に小さいんですが、大号泣するロジャー海賊団クルーの中でレイリーだけは背を向けてどこかに向かってるんですよね。さらにその次のシーン、おでんが船を降りるときはしっかり泣いている姿が描かれていることを考えると、明らかにレイリーはあの場面ロジャーから何かを任されたことが想像できるわけです。さあ、レイリーはロジャーに何を任されたのか、そしてそれが D の意思とどうつながってくるのか、どんどんいきましょう。D の意味を考える上で、血縁という言葉を避けて通ることはできません。さあ、白ひげの言葉を思い出しておきましょう。血縁を絶てどあいつらの炎が消えることはねえ、そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた、はい、有名すぎるほど有名なこの言葉。しかし皆さん、この言葉の真意をどこまで理解してますか？政府はおそらくこの時この瞬間まで血縁者を消せば D の意思は途絶えると考えていたはずです。その証拠に政府はロジャーの意思を次の世代へと受け継がせないように、ゴール D の関係者を片っ端から処刑していきます。一方でモンキー D ガープやハグワール D サウロという D の名を持つ海兵を雇用しながらです。おそらくですが、800年前 D の一族の王であるジョイボーイの血縁も同じようにして立ったはず。しかしロジャーが現れ、さらには800年間誰もたどり着けなかったラフテルに到達したことによって、政府は自分たちがD の意思を途絶えさせることに失敗していた事実に気づいたわけです。だからこそ頂上戦争では、今度こそ完璧に D の意思を途絶えさせてやると息を巻いてエースを処刑するわけです。お前の父親は海賊王ゴールド・ロジャーだ。世界に向けて発したこの戦国の言葉は、エースを処刑することで今度こそ D の意思は途絶えるのだ、そんな意味を含んでいたのではないでしょうか。しかし白ひげのあの言葉ですよ。要するに白ひげは死の間際、最後の力を振り絞り D の意思を根絶すると断言した世界政府に対して、そんなことしても消えやしねえんだよあいつらの炎は、そう叫んだというわけです。こう考えていくと、白ひげの最後のスピーチの後、戦国が貴様と怒っているシーンもより納得できるんじゃないでしょうか。ただ冷静になって考えると、 D の意思を途絶えさせるための政府の行動も理解できなくはないですよね。普通に考えたら、特殊な能力っていうのは大体が親から子へ遺伝していくものですからね。ロジャーの血筋を根絶しようとするのは当然の行動だったかもしれません。しかし D の意思は血縁ではなく別の何かであり、政府の目をかいくぐり継承されてきました。ではその何かとは、お気づきの皆さんも多いでしょうが、次の段階に進んでまいりましょう。コアなワンピースファンだったら、好きなキャラクターは、好きな物語はという質問には即答できる人が多いんじゃないでしょうか。では一番好きな海賊団はという質問はどうでしょう。はい、何を隠そう俺個人の堂々第一位、一番好きな海賊団がフィッシャータイガーがいた頃の太陽の海賊団です。 D の意味を考えていくにあたり、彼らのことも避けては通れません。彼らがどんな海賊団だったかを説明するには、このシーンを思い出せば間違いありません。太陽の海賊団発足後、人間に対して度が過ぎる攻撃を続けるアーロンと、当時血気盛んだったジンベイを呼び出すタイガー、二人を諭すようにタイガーは言います。人間を殺すなと俺は言っているはずだ、お前ら二人度が過ぎやしねえか、これは差別の歴史への復讐じゃねえんだ、この太陽の海賊団は解放と自由、それ以上の意味は持たねえ、追ってくる者たちとは戦い奪うが最後の一線は守る、俺たちは誰も殺さない。熱いでございます熱いでございますよ。これは思い出すだけで涙腺が刺激されます。そしてそんな確かな信念を持って突き進む太陽の海賊団といえば、はい、このシンボルですよね。これは奴隷だったものとそうでないものの区別をなくすという意味を持っています。ここが重要です。先ほど D の意思が800年間政府の目をかいくぐり受け継がれてきたとお話ししました。太陽の海賊団のシンボルも政府の目をかいくぐるために存在しているんです。太陽の海賊団に関してはまだまだ語りたいことがありますが、ちょっと話が終わらなくなるので次の段階に行きましょう。
はい、ここまで D の意思には帽子が深く関わっているだろう、血縁ではない何かで数百年間受け継がれてきただろう、政府の目をかいくぐる仕掛けがあるだろう、そんな話をしてきました。まだまだ革新的な根拠とまではいかないのですが、あえてここで結論を出しちゃいます。こういった難しい考察をする場合、根拠や証拠を十分に揃えられないことがあります。そんな時はまず結論を出してしまい、仮にそうだったとしたら納得できる部分を探すという手段が効果的です。さあ結論に参りましょう。ズバリ D の意思とは、800年前巨大な戦争で敗れた D の一族の王ジョイボーイが世界政府の目を欺くために D という名前をおとりにし、実は次の世代に帽子を預けることにより受け継いできた未来への希望である。はい、おなじみ飛躍した結論です。ただ仮にこの結論が正しかったとしたら、納得できる長年の謎があります。それはなぜ D の一族は D の名前を隠さないのか。考えてみればおかしな話です。明らかに D を敵対視している世界政府、ジョイボーイを含む D の一族はその存在、その力を痛いほど理解しているはずです。自分の王国を滅ぼされたわけですから、ならば D の名前は隠し、世界をひっくり返す巨大な戦いを起こすものを待つべきではないでしょうか。ここに D の一族たちの意図が見えるんです。つまりジョイボーイは敗戦間際、自由の象徴である D の意思と真実の象徴であるポーネグリフを未来に託すことを考える。そしてこの考えに賛同した D の一族たちは自らがおとりとなり、世界政府の目を欺くことを決意する。 D の名を根絶しようとする世界政府、その激しい戦いに隠れ脈々と受け継がれていく D の意思と光月家のポーネグリフ。はい、こう考えると両者の考えが実に理にかなっているというか、すっきりするとは思いませんか。太陽の海賊団が奴隷だった者たちを自らの体を張って守ったのと同じように、 D の一族は D の意志とポーネグリフを自らの体を張って守ってきた一族なんです。今でこそ海賊にも海兵にも存在している D ですが、800年前、敗戦直後は恐ろしいまでに徹底した残党狩りがあったはず。そんな中 D の名を隠さないことがどれだけの危険を伴う行為かは想像にたやすいですよね。D の一族は大切な2つの思想を未来に託すための命がけのおとり。さらにこの仮説を決定的に裏付けてくれるのが、はい、おとりを英訳するとデコイ、なんと頭文字に D です。さあ長年の謎を解決させるこの結論、肉付けしていく価値はあると思ってもらえるんじゃないでしょうか。 D の一族が命がけで守ってきた D の意思、核心に迫っていきましょう。It's one piece, it's大好き、もっち Next! ロジャーがシャンクスとレイリーにそれぞれ託した2つの帽子、白ひげの言葉の真意、太陽の海賊団のシンボル、それらを加味して導き出したひとまずの結論が、 D はおとり。簡単に言うと D の一族は大切な2つの思想を守るための命がけのおとりなのではないかというものだったんですけど、これD の意思イコールおとりっていう意味ではありませんから、あくまでも800年前から各世界に点在している D の一族がおとりっていう説なんです。ここ結構大事で、 D について考えていくとぶち当たる壁っていうかポイントなんですよね。 D の一族と D の意思は別々で考える必要があります。自分的にちょっと誤解を与える順序で話してしまったかなと思ったので一応付け加えておきます。さあそれでは前回の続き、 D の一族がおとりとなり命がけで守ってきた D の意思の核心に迫ってまいりましょう。考察好きの皆さんならワンピースのタイトルロゴに秘密が隠されているというのはご存知ですよね。これが D の意思は帽子を預けることによって受け継がれてきたという前回出した結論により信憑性を加えてくれます。知らない人も中にはいらっしゃると思うので簡単に振り返っておきましょう。はい、おなじみこちらのタイトルロゴ、 O が麦わら帽子をかぶったドクロ、 I がルフィ、そして E が怒りになっていますよね。この秘密を解き明かす鍵となるのは第1話ルフィの初登場シーンに隠されています。伏線の神尾田先生が物語の主人公ルフィの初登場時に着せた T シャツに注目。はい、ドン。タイトルロゴの E にもなっている怒りのイラストとアンカーという文字が描かれているんですよね。このアンカー、同じスペルで2つの意味を持ちます。一つはそのまま怒り、そしてもう一つはリレーなどの最終走者、いわゆるアンカーです。このリレー、最終走者というのを加味してタイトルロゴをもう一度見ると隠された秘密が明らかになります。つまりはこのタイトルロゴは麦わら帽子をバトンにして D の意思を受け継ぐ数百年にわたる壮大なリレーを表現しているということなんです。一番左の麦わら帽子のドクロがジョイボーイ、彼から始まり800年間左から右へ世代を超えて受け継がれてきた D の意思がついに最終走者であるルフィに渡る。さらに怒りから伸びるロープはそのままジョイボーイとつながっており、最終走者のルフィは彼の意思を受け継ぎ世界をひっくり返す巨大な戦いへと進んでいくと。
これがタイトルロゴの秘密に関する王道の説ですよね。俺みたいな有名じゃない考察者は注目を集めたい気持ちが強いので、こういう王道の説を否定したくなりがちなんですけど、ここまで根拠が出揃っていて納得度の高い説はさすがにそのまま採用すべきだと思っています。帽子によって受け継がれてきた D の意思により確信が持てたところで次に進みましょう。前回ロジャーが麦わら帽子をシャンクスに、二角帽子をレイリーに託したことはお伝えしました。ただこれまで全くもって二角帽子に関連する説明はありませんでしたよね。これ二角帽子関係ないんじゃねえのと感じている皆さんに見てもらいたいのが第100話扉絵に描かれたドクロです。はい、二角帽子をかぶったこの笑顔のドクロ、よく見ると帽子の中央にさらに麦わら帽子をかぶったドクロがプリントされています。この第100話扉絵のドクロに関してはワンピースの正体について考察したこちらの動画でも少しだけフューチャーしましたが、今回はより詳しく見ていこうと思います。結論から言いますが、このドクロもまたジョイボーイ本人のものであると考えます。第100話当時はまだジョイボーイの存在など読者には知る由もありませんでしたので、このドクロはどれだけ深く考えてもロジャーを表現しているドクロというところまでしかたどり着けません。先ほどのタイトルロゴに秘められた秘密もそうですが、物語の最終話が最初から決まっているというワンピースだからこそ、小田先生だからこそ仕掛けられる見事な伏線というわけです。しかしそうすると疑問が生じますよね。タイトルロゴに描かれているのは麦わら帽子をかぶったジョイボーイ、第100話扉絵に描かれているのは二角帽子をかぶったジョイボーイ、なぜ2種類の帽子で表現する必要があるんでしょうか。コアな読者に悟らせないようにする小田先生の工夫なんでしょうか。いや違います、ちゃんと意味があるんです。この疑問を払拭させる鍵となるのがこちら。はい、イム様が冷凍保存しているこの謎の麦わら帽子です。この巨大な麦わら帽子は十中八九ジョイボーイ本人のもの。どういう経緯があって今現在マリー城に保管されているかはまだまだ謎に包まれていますが、この帽子がここにあるという事実だけを切り取ったとしても想定できる物語があります。麦わら帽子がトレードマークだった D の一族の王ジョイボーイ、どういう経緯があったかは不明だが、結果としてその麦わら帽子は敵国の手に渡ってしまう。自らの王国を滅ぼされ帽子を奪い返す力も残ってないジョイボーイと D の一族、さらに敗戦後世界政府の残党狩りが激しさを増す中、苦肉の策として政府の目を欺く意味も込めて二角帽子に D の意思を込めて未来に託すことを決断する。はい、そう考えていくと第100話扉絵の二角帽子、この中央にプリントされた麦わら帽子のドクロはジョイボーイ本人の D の意思そのものを表しているように見えますよね。そしてここで勘違いしてほしくないのは、800年前の二角帽子が原型をとどめながらずっと渡され続けてきたわけではないということです。マリージョアにあった麦わら帽子を見てもそうですが、800年前の帽子が原型をとどめるためには冷凍保存などの特殊な保存方法が必要なはずです。つまり D の意思は各世代の様々な種類の二角帽子によって受け継がれてきており、今現在はこの二角帽子が最終走者手前のロジャーからレイリーに渡り大切に保管されているということになるんです。さあ、第100話扉絵のドクロに込められた意味、そして二角帽子の重要性を確認したところでいよいよ最終段階へと進んでまいりましょう。ここまでの話の流れを考えると、え？ってことは麦わら帽子よりも二角帽子の方が大事なの？って感じる方々がいらっしゃると思います。はい、その通りなんです。そもそもルフィは麦わら帽子を預けられた時シャンクスに何て言われたでしょうか。この帽子をお前に預ける、俺の大切な帽子だ、いつかきっと返しに来い、立派な海賊になって。麦わら帽子に D の意思が込められているならば返しに来いとは言わないはずです。つまり物語冒頭でシャンクスから預けられた麦わら帽子はルフィが本当に D の意思を受け継ぐべき人物なのかを見極めるため預けられたと考えられます。仮免許的な意味合いですね。考えてみれば世界各地で出会ってきたルフィを特別視するロジャー海賊団関係者たち、これはルフィに D がついているからではなく、シャンクスが麦わら帽子という仮免許を渡したことを知っているからと考えればすっきり筋が通ります。そして近い将来ルフィは文字通り立派な海賊となってシャンクスに麦わら帽子を返すはずです。その時におそらくいよいよレイリーから二角帽子を託され、名実ともに D の意思を受け継ぎ最終走者として世界に挑んでいくのでしょう。そういう意味ではルフィの冒険はこれまでいろいろな苦難があったもののだいぶ順調そうには見えます。しかしそんな簡単にいかないのがワンピースなんです。 D の意思は一つではありません。ジョイボーイからロジャーに渡りルフィに受け継がれるであろう D の意思を希望の象徴ドーン夜明けとするならば、その対義語であるダスク夕闇を意味するもう一つの D の意思はまさに支配の象徴。巨大な王国を滅ぼされた復讐心からか、あるいはさらに深い意味があるのか、この危険な意思もまた800年前より受け継がれてきたんです。
ルフィと黒ひげの正反対に描かれる構図からもドーンの最終走者がルフィ、ダスクの最終走者が黒ひげであることは疑いようがないです。そしてさらにこのダスクの意思がロックスから受け継がれたものだと思われる根拠があります。え、黒ひげの船がサーベル・オブ・ジーベックってやつでしょって思った方、それだけじゃないんです。かつてのロックス海賊団がかき集められた場所、現在は黒ひげ海賊団のアジトとなっている海賊島八の巣、この島の大きなドクロに注目。はい、頭巾がかぶせられています。さらに黒ひげの初登場シーン、頭巾なんです。ドーンの仮免許が麦わら帽子だったように、ダスクの仮免許はこの頭巾なのではないでしょうか。そして我々読者が知っているロックスは帽子をかぶっていませんでした。あの姿は処刑直前のロジャー同様、すでに誰かにリーの意思を託した後と考えられると思いませんか。だいぶ混み合ってきたので分かりやすくまとめてみましょう。D の意志は2つ存在します。それぞれ D の一族がおとりデコイとなって命がけで受け継いできました。まずは夜明けを意味するドーンの意志、仮免許は麦わら帽子、最終走者はルフィ、一歩手前がロジャー、麦わら帽子がトレードマークのジョイボーイから始まる物語です。一方夕闇を意味するダスクの意志、仮免許は頭巾、最終走者は黒ひげ、一歩手前がロックス。こう考えていくとジョイボーイと対をなす800年前に実在した頭巾がトレードマークの謎の人物が浮かび上がってきます。その人物の正体も気になりますが、この段階で注目すべきは現在の黒ひげの姿でしょう。はい、二角帽子です。これまでいつもルフィより一歩先を進む姿が描かれてきた黒ひげ、二角帽子をかぶる黒ひげに込められた意味は一つしかありません。黒ひげはすでに仮免許期間を終え、ルフィより一足早くもう一つの D の意志、ダスクの意志を正当に受け継いだ後だということです。黒ひげ海賊団が新世界で勢力を広げているように、巷でも海賊王になるのはルフィではなく黒ひげであるという説が勢力を広げつつあります。果たしてルフィはそれを阻止することができるのか。ルフィ対黒ひげの一騎打ちの様相を呈してきたこのワンピース、この後どんな展開が待ち受けているのか、がぜん目が離せません。ただちょっと待てよ、あのシーンバレてんの？ちょっと待って、なんでバレた？いや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 、待て、落ち着け俺、考えろ、もう一回よく思い出せ俺。ビビの写真は大事そうに持ってて、っていうかこれ白星がポセイドンってことまでバレてんの？あの人って誰なの？シャンクスなのか？仮にシャンクスの密告で全部バレてるとしたらどうなるんだ？何するつもりなんだ？まさか。さあいかがでしたでしょうか。最後は妄想もたっぷり含んだ展開予想になっちゃいましたね。800年間命がけで受け継がれた2つの D の意志、ドーンの最終走者ルフィ、ダスクの最終走者黒ひげ、その尻尾ついに掴む世界政府、さらにそれを抹消するためにあのビビが利用されてしまう、まあ、物語の展開としては熱くなれそうですけど、皆さんはどう感じましたか。コメント欄にバンバン書いてもらえると嬉しいです。今回のテーマはこちら、過去動画まとめ最後の島ラフテル編。一応簡単にこの動画を最後まで見終わった方々が何を知ることができるかを説明しちゃいますね。こちらまずは最終回を迎えた麦わらの一味のその後です。そんなのこの時点でわかるわけねえだろうとお考えの方が多いでしょうけど、私もっちはある扉絵ですでに麦わらの一味全員の夢の結末がはっきりと示唆されていると考えております。その中でも一番の注目ポイントとなるのがロビンの夢の結末ですよね。何を隠そう、そのある扉絵に描かれたロビンの姿こそラフテルの謎を解き明かす最大の根拠となります。ラフテルが存在する場所、ラフテルに施された仕掛け、ラフテルとウリ2つの現実世界の島、さらには小田先生が最後の島ラフテルを一体どの時点で構想し始めたのか、そこまで切り込む考察となっております。さあそれでは参りましょうか。無駄を省いたスッキリ再編集版でお送りします。すべてわかるシリーズ第7弾最後の島ラフテル編、ご覧ください。 It's one piece 大好き Monchi Next。 今回の考察はある1枚のイラストで進行していきます。
第937話の扉へ。非常に意味深な、そして不可解な点も多いこの扉絵をまずはご覧ください。はい、ドン。麦わらの一味と動物たちがとてもリラックスした雰囲気でくつろぐこのイラスト、一見そこまで重要度が高くなさそうではありますが、すぐに2つの違和感に気づきます。まずは背景。ワンピースの扉絵では非常に珍しく背景が描かれていないんですよね。この絵はまだ未完成ということなんでしょうか。そしてもう一つはこの部分。はい、ワンピースでタイトルロゴに描かれたドクロです。このチャンネルではたびたび第100話扉絵のドクロに関する考察をしてきました。タイトルロゴにドクロが絡む扉絵は作中でもごくわずかです。非常に重要な意味を持つというのは間違いないはず。そういう意味ではこのドクロはかなり意味深に映りますよね。あまり見ない形状の帽子をかぶったドクロ、そしてその背後には1本の剣。この部分は通常クロスした2本の骨、あるいは2本の剣が描かれるのが定番のはずです。はい、すぐに目につくこの2つの違和感。そして次に注目したいのがタイトルロゴの下に書かれた文章、プランニングニューアドベンチャー、新たな冒険の計画中。はい、ここで結論をお伝えします。ズバリ、この937話の扉絵は麦わらの一味のそれぞれの夢の結末を表したイラストである。プランニングニューアドベンチャーはワンピースという壮大な物語を終えたルフィたちがそれぞれ目指した夢の結末を迎え、さらにその先の新たな冒険を計画しているという意味なんです。ただ初めに言っておきますが、これ全てのキャラクターの結末が完璧に分かったわけではありません。言ってしまえば未完成の考察になります。それだけ難解な考察とも言えるんですよね。はい、937話扉絵に描かれた麦わらの一味の夢の結末、まずはルフィから見ていきましょう。すぐに目に入るのはルフィの帽子です。こういう場合、どんな衣装でも麦わら帽子を首にかけていることが多いルフィですが、この扉絵では二角帽子しかかぶっていません。ルフィがシャンクスに麦わら帽子を返した後、二角帽子になるというのはこちらの動画でも詳しく考察しました。強いて言うなら、この帽子にプリントされているマークがロジャーのものとは違っていますよね。となるとワンピース本編の物語にてロジャーから受け継がれた二角帽子がその役目を終え、ルフィオリジナルの帽子にしたと考えれば、やはり物語完結後のルフィの姿としてはバッチリ合います。そして何より重要なのがこのルフィ、左目が見えていないんです。はい、ワンピース考察好きだったら誰しもが知っている尾田先生の数少ないネタバレコメント、物語の終盤一度だけ登場する眼帯の海賊、やはりこの扉にてルフィの左目を伏せているのには明確な意図があるように感じます。さらに左目の重要性に関しては俺の中で近日中に発表しようと思っている壮大な考察がありますので、そのあたりも踏まえて覚えておいていただけると嬉しいです。続いてゾロです。少し見えにくいのですが、ゾロが持っている地図にはエンマと書かれています。地図上には×印があり、刀のイラストも書かれているので、これストレートに考えればこの地図はエンマの位置を示す地図になりますよね。要するにワンピース本編の物語を終え、世界一の剣豪になったゾロはかつてのミホークのように今度は挑戦者を待つ番になったと。だからこそエンマを手放し、その位置を示す地図を作り、エンマを使いこなせるレベルの剣士の登場を待っていると。そう考えるとこの扉絵のゾロの表情は激戦を控え武者震いしているかのような不敵な笑みを浮かべているように見えますよね。そしてゾロに関しても左目が見えていないのは大事なポイントです。尾田先生が大好きなことで知られる次郎長三国志の森の石松はゾロと同じ石眼の剣豪、さらに森の石松はラストバトルで開眼するんですよね。いろいろな方がゾロの海外イベントに関しては考察してますが、俺もそれには同意しています。なのでおそらくルフィたちとの冒険を終えたこのゾロは左目が開いているのではないでしょうか。ただこの時点でそれを見せるわけにはいかないので、このアングルになっているのでしょう。自分の目で見た世界地図を作るという夢を持ち冒険していたナミ、この扉絵が夢を叶えた後の姿が描かれていると仮定するなら、ここで手にしている地図こそ何が作った世界地図なのでしょうか。しかしよく見ると不可解な地図なんです。山をもしのぐ大きさの巨大生物、その巨大生物と同サイズの城、その間を抜けた先にある宝の場所、これは俺の脳じゃちょっと解読できませんね。ただ単純にこの誇らしい波の表情から察すると、自分の夢であった世界地図は無事に描き終わり、次の冒険にて今度は波の大好きなお金を全力で狙いに行ってみるのではという見方もできるかもしれませんね。ウソップは非常にわかりやすいです。
バイキングの兜をかぶったこの姿はそのまま勇敢なる海の戦士になったウソップを表していると思われます。エルバフにも行った後ということでしょう。考察好きの方ならすでにご存知かもしれませんが、ウソップのネーミングや狼少年のエピソードはイソップ寓話に由来しています。英語表記ではイソップファーブルという本ですが、このファーブルを逆から読むとエルバフです。これこそがウソップの目標とする島なので、ウソップの夢は無事に叶い、次の冒険を考えているということになりますね。画面中央の地球儀を触りながら微笑むサンジ。この地球儀、ちょっと分かりづらいんですが、グランドラインとレッドラインが交差するあたりに等高線が見えます。つまり青色の星の構図的にはマリージョア側ではなくリバースマウンテン側が見えていることになりますよね。ということはサンジが見ているのは裏側ですので、当然マリージョア付近になります。そしてサンジの夢はオールブルーを見つけること、4つの海が交差するマリージョア、そしてその真下にある巨人島の崩壊が予言されていることを考えると、このサンジはまさに自分にとっての夢であるオールブルーを見ていると考えられるでしょう。この考察においてチョッパーの結末に関してはお手上げレベルです。画面中央の地球儀を見ているチョッパー、さらにサンジと同じマリージョア側を見ているのですが、このチョッパーの目線を考えるとマリージョアとは別の地点を見ているような印象も受けます。何でも治せる医者になるという夢を持つチョッパーは果たしてどんな結末を迎えたのか、これこそ皆さんのお力添えをいただきたいですね。些細なヒントもきっかけになるので、お気軽にコメント欄にご意見ください。歴史の真実を知りたいという夢を持ったロビン。ルフィたちとの壮大な冒険を経て、ロビンは当然ロジャー海賊団同様歴史の全てを知ることになるのは間違いないでしょう。となるとこの扉へのロビンは空白の100年に関する決定的な答えを示している可能性が高いのではないでしょうか。はい、ネタバレ大注意。ロビンが指さす地球儀上のポイントがこちら。 It's one piece, 大好き、もっち、 Next。 まずは簡単におさらいしておきましょう。第937話の扉へ。このイラストはもしかしたら物語完結後のルフィたちの姿、それぞれの夢の結末を表したイラストなのではということで、いよいよロビンの夢の結末というところまでお話ししました。そのまますっと紹介しても良いのですが、歴史の真実を知りたいというロビンの夢の結末は、ワンピースの真実を知りたいという俺を含めた全考察者や考察好きの読者にとってもはや最後の最後の答えとも言い換えられます。ロビンの結末だけは他のキャラクターとは全く違う意味を持つと思うんですよね。そして歴史の全てといえばラフテル。今回はロビンが真実を知ることになるであろうラフテルの所在地を考察していきます。まずは一番大事な前提からです。初歩中の初歩、ルフィたちはなぜラフテルを目指すのか。それは一つなぎの代表、ワンピースがあるかもしれないからですよね。そして800年間誰もたどり着けなかったその最後の島に唯一たどり着いたのがロジャー海賊団です。到着時島自体には名前がなく、ロジャーがラフテルと名付けたことも明かされていますよね。グランドライン入り口でクロッカスにラフテルの存在を聞かされていた我々読者、そして航海士のナミはログをたどっていけばそのままラフテルにたどり着くのだと考えていました。しかしログの最終地点はロードスタート、そこからラフテルに行くためには古代文字の解読、そして4つのロードポーネグリフが必須になることが明かされます。歴史の全てをラフテルに置いた本元はおそらく巨大な王国の生き残りでしょう。自らの国を滅ぼされ逃げた先であったはずの最果ての島ラフテル、彼らの追い込まれた状況を想像するとある仮説が立てられます。それは歴史の全てが置いてあるラフテルは政府の証拠隠滅を避けるためその場所を島ごと大きく移動し、さらに800年間政府の目を欺き通せるほどのある仕掛けが施されているのではないか。はい、詳しく見ていきましょう。まず一見不可能に感じる島の移動に関してですが、ワンピースという物語においてはたびたび描かれてきた描写でもあります。オーズの国引き伝説、リトルガーデンの島食い、四季のふわふわの実の能力など意外と豊富なパターンがあることは判明しています。そして何より1000話直前でカイドウがぶちかましたこの描写、これは最終回に突き進んでいく今後のワンピースにおける尾田先生からのヒントと捉えることができると思うんです。かつてこういう手段で島を動かした過去があったと。ただ島の移動が可能だとしてもラフテルが移動した根拠にはなりませんよね。ここでラフテルが場所を変えたと思われる根拠を3つ説明したいと思います。
まずワンピースという物語における忘れがちな設定の一つでもあるグランドラインに点在する島々は特殊な時期を帯びているということを思い出しておきましょう。さらに例外パターンとしてパンクハザードのような磁気を発しない島の存在も明らかになっています。これ悪魔の実の能力や科学力が用いられていないとするならば可能性としてグランドラインの外から運ばれた島であるかもしれませんよね。そして映画スタンピードではラフテルのエターナルコースが登場したため少なくともラフテルは磁気のある島でありグランドライン上にあった島ということは確定しています。しかしそうすると一つの矛盾が生じます。ラフテルに行くためには4つのロードポーネグリフを集めその位置を特定する必要がある。ここですよね。仮にラフテルがグランドライン上にあるならば4つのロードポーネグリフを集め位置を特定できたとしてその場所までどうやってたどり着くのかという点です。方角を確認する術すらなく一切の常識が通用しないのがグランドラインであり信じられるのはログポースのみというのが作中の設定です。しかし現実的にラフテルの位置を特定したロジャー海賊団は見事ラフテルにたどり着くことができています。そう考えると必然的にまともな航海ができないグランドライン上ではなく時期や気候が安定しているグランドラインの外に位置している確率が上がりますよね。続いて2つ目のコンボです。ロジャー海賊団は前人未到のグランドライン制覇を果たした後解散しました。そして船長であるロジャーは一番最初に船を降りたことが判明しています。エースの母でもあるポートガス・ディ・ルージュが潜伏していたのがサウスブルーのバテリラであることを考えるとやはり余命いくばくもないロジャーはそのままサウスブルーにて船を降りたと考えられるのではないでしょうか。さらにその次に降りたのがオデンです。グランドライン後半新世界ワノ国ですよね。ワンピースの世界の地図はこんな感じになっていてグランドライン前半の海と接しているのがイーストブルーとサウスブルー、グランドライン後半の海新世界と接しているのがウエストブルーとノースブルーになっています。つまりロジャーとオデンがサウスブルー、ワノ国という順番で下船したことを考えるとラフテルは少なくとも新世界側ではなく前半の海側イーストブルーかサウスブルーにあるのではと考えられるわけです。クルー思いのロジャーがオデンの住むワノ国の現状をある程度知ってるにもかかわらず我先にサウスブルーに向かうとは思えませんからね。はい、ラフテル移動説最後の根拠はこちら。ここでいよいよ前回お預けにしてしまっていた937話の扉へのロビンを紹介します。ラフテルにたどり着き歴史の全てを知ったと思われるロビンが指を指す地球儀上のポイントがこちら。ロビンはこの扉へでサウスブルーのとある地点何もない海を指さしているんです。はい、ここまでの3つの根拠、エターナルフォースの存在、ロジャーとオデンが船を降りた順序、937話扉絵でロビンが示す場所、いつもに増してぶっ飛び考察っぽかったラフテル移動説も、これらを踏まえて考えると少し信憑性は上がるのではないでしょうか。さらに続いてこの考察の肝となる部分、ラフテルが政府に見つからないためのある仕掛けに関して考えていきましょう。800年間ロジャー海賊団以外たどり着けなかったラフテル、巷でよく言われているのが空島説、海底に沈んでいる説、月そのもの説などでしょうか。確かにどれも政府には見つかりづらい仮説だとは思います。ただ空島も魚人島もすでに作中に登場しています。物語の最後の最後の島であるラフテルにすでに登場している島の設定を用いる可能性は低いように感じるんですよね。ラフテルはスカイピアと同じように空に浮いていた、ラフテルは魚人島と同じように海に沈んでいた、どちらもインパクトに欠けると思うんです。となるとラフテル月そのもの説にスポットが当たりますが、仮にそうだとしたらわざわざ4つのロードポーネグリフに4つの地点を書き残す意味がありません。絶えず星の周りを回っている月の位置を特定することなんて不可能ですし、どうしても4つの石に情報を分散させたいなら暗号などを用いるはずです。ロードポーネグリフを4つ集めるとラフテルが月であることが判明するという感じですよね。しかし実際はそうではありません。ではラフテルにはどんな仕掛けが施されているのか、作中に散りばめられた伏線から導き出した俺の結論は、ラフテルは意図的に作り出された大規模なミラージュ、蜃気楼によって守られている島である。はい、800年間誰もたどり着けなかったラフテルに施された壮大な仕掛け、この仮説は作中3つの伏線をベースにたどり着くことができました。そちらを紹介していきましょう。 It's one piece 大好き watching next。 まずはラフテルのギミックの生命線でもある蜃気楼、
作中の根拠を紹介する前に現実世界の蜃気楼について簡単に説明させてください。非常に重要なポイントになります。蜃気楼とは大気中で光が屈折することで起こる現象です。そのメカニズムは非常に複雑でまだまだ解明できてない部分もあるんですが、大気中の温度差や密度差によって光が屈折を起こし、遠方の風景が伸びたり反転したり虚像が現れることがあるというのが通説です。まあいわゆる不思議現象ですねで、この説明を受けてこう考える方もいらっしゃるかもしれません。いやいや、現実世界は現実世界、漫画内の設定は漫画内の設定なんだから関係ねえだろ。俺自身もワンピースを全く知らなかったら当然そう考えるかもしれませんが、決して無関係ではないことを分かっていただくためにも、まずはナミのミラージュテンポという技について考えていきましょう。非常に使い勝手が良く応用力も高いナミの必殺技ミラージュテンポ。この技はヒートボールとクールボールによって極端な温度差を生み出し、光を屈折させることにより分身を作り出したり自分の姿を消したりできる技という説明があります。はい、この時点で多少の漫画補正はあるものの、現実世界の蜃気楼の設定を忠実に利用していることはわかりますよね。さらに実際に存在そのものが消えるわけではないため、ラフテルの存在意義でもある莫大な財宝を隠すという目的で利用する際、非常に都合がいいこともわかっていただけると思います。続いて島一つを丸ごと消すために必要なエネルギーについて考えていきましょう。記憶に新しい赤犬 vs 青キジの大将同士の大喧嘩。その舞台となったパンクハザードでは両者の凄まじいエネルギーの衝突がこの島の天候をも変えてしまったという描写がありました。ここで大事なのはマグマグとヒエヒエの影響がずっと島に残っている点です。先ほどのミラージュテンポが生み出す極端な温度差を常に再現しつつ、かつその影響をずっと残せるとしたら、この2つの能力は不可欠です。マグマグとヒエヒエはそれぞれメラメラとユキユキの上位互換でもありますし、ワンピース最新話付近では悪魔の実の前任者について描かれ始めています。それらを合わせて考えると、莫大な宝をラフテルに隠した者たちの中にいずれかの悪魔の実の能力者がいても不思議ではないと考えられるでしょう。さらにパンクハザードそのものは消えてなくねっていう点も661話にて描かれたこの描写。はい、パンクハザードの中心には赤犬と青キジが戦った爆心地があり、海水が流れ込んでいます。つまりこの流れ込む海水によって島全体の温度差がグラデーションのようになだらかになり、蜃気楼が発生する条件を満たしてないということがわかるんですよね。はい、島一つを丸ごと消すためのエネルギーの存在を確認できたところで、3つ目の根拠を見ていきましょう。最後は個人的に一番ワクワクするポイントですね。造編にて犬嵐が語ったラフテルの真実。本来ならばログの終着点で初めて気づくのだ。ポーネグリフと古代文字の謎に、そしてそれを生み出した文明と見えぬ最後の島ラフテルの存在に。はい、見えぬ最後の島ですよ。これを言葉通りに受け取るとマジで見えない蜃気楼につながるわけです。この3つの根拠、ミラージュテンポ、マグマグ VS ヒエヒエ、犬嵐のセリフ、これらに加え前回お話ししたラフテル移動説を組み合わせて考えると、ラフテルはサウスブルーに移動させられており、大規模な蜃気楼によって見えぬ最後の島として存在していると考えられるわけです。最後にこの説をさらに裏付けてくれる日本最南端沖ノ鳥島、この島がラフテルのモデルになっているのではという点を考えていきましょう。まずラフテルの大きさについて考えてみましょう。いくら蜃気楼によって守られているとはいえ、800年の間に誰かが偶然たどり着いてしまっては元も子もありません。ここで生きてくるのがラフテルの名付け親がロジャーだということです。このことから元々ラフテルは島と呼べるほどの大きさではなかったと考えられますよね。はい、サウスブルーのど真ん中に周囲を蜃気楼で囲まれた非常に小さな島があるとしたら、誰かが偶然たどり着く可能性は極端に下がるでしょう。さらに小さな島の全方位に蜃気楼をかけるとしたら、物理的にはこうなります。もちろん真ん中がラフテル、そしてそれを囲む2つの円がマグマ層と氷山層です。こうすれば全方位に蜃気楼がかかり、どこから見たとしてもまるでそこには何もないように見えるはずであり、その中心となる島が小さければ小さいほど見つかりにくくなるはずです。ラフテルは非常に小さい無人島、ラフテルは2つの円で囲まれている、この特徴を考えると現実世界の島、日本最南端沖ノ鳥島にたどり着くんです。
この島に関して下手な発言をすると政治的な問題に発展しかねないので、あくまでも客観的にラフテルの共通点という視点でお話ししていきますが、まず何といっても非常に特徴的な沖ノ鳥島の外観をご覧いただきましょう。はい、ドン。どうすかこれ。先ほどお話しした全方位を蜃気楼で囲まれていると仮定した場合のラフテルの姿にそっくりだと思いませんか。ちなみにこの映像、後で詳しく説明しますが、1989年当時の映像なんですよね。現在の沖ノ鳥島はこうなっております。なぜこのような人の手が加えられた外観になっているのか、ご存じない方のためにささっと説明していきます。東京都小笠原諸島に属しながら日本最南端に位置するこの沖ノ鳥島は、昨今の海面の上昇によって水没の危機に瀕しているという背景があります。日本という国の国土や領土にも密接に関係している重要な島ということも手伝い、日本国家が莫大な予算を投じてこの島を守るために1987年領土保全工事を開始しました。つまりはこの特徴的な外観は島そのものが水没しないための対策の結果なんですね。さらに2008年には中国政府が沖ノ鳥島は島ではなくただの岩だと主張したこともあり、決して短い言葉でまとめることができないややこしさ、政治的な複雑さがあります。まあ現時点では国連からも認められている紛れもない日本の領土沖ノ鳥島ですが、これが島ではなくなった時、誰がどの程度の損失を受け、誰がどの程度の利益を得ることになるのか、そのあたりは俺は全く分かんないんですけどね。ただこれらの歴史背景も含めてラフテルに似てるような気がしますよね。共通点をまとめてみましょう。はい、最果ての島ラフテル、これは日本最南端という沖ノ鳥島が持つイメージと一致する印象を受けます。そしてもともと名前すらなかったラフテルは非常に小さい島だという予想も立てました。さらに全方位に蜃気楼を発生するために2つの円で囲まれている可能性が高いということも考えてきました。そして巨大な王国はいわば国家です。国家が真実を守るために大規模な対策を講じたというのも沖ノ鳥島と完全一致しますよね。そしてここで重要なのがワンピースという物語の根本がいつ生まれたかです。これマニアックなワンピースファンなら誰しもが知っていることなんですが、ワンピースという物語は尾田先生が中学2年生の時から書き始めていた漫画です。1975年生まれの尾田先生が14歳ぐらいの時と考えると、だいたい1989年頃から構想が始まっていると考えられますよね。沖ノ鳥島の歴史に戻って考えると、先ほどお伝えした通り沖ノ鳥島を水没から守るために始まった領土保全工事は1987年に始まっています。そして工事が完了したのがなんと2年後の1989年なんです。そうです、先ほど紹介したこの形の沖ノ鳥島は領土保全工事が完了した直後の映像だったというわけです。さらに当時のテレビ新聞でもこの映像が大々的に取り上げられていたことは分かっています。日本史や世界史の設定をふんだんに盛り込んでいる小田先生、いや当時の小田青年のアンテナにこのニュースが引っかからない方が不自然です。そして言うまでもありませんが、ラフテル、ひとつなぎの代表、リーの意志などのワンピースにおける重要設定は後の肉付けではなく初期構想から綿密に作られていたはずですよね。となると当時の小田青年が沖ノ鳥島のインパクトを最も重要な島ラフテルに取り入れていたとしても何ら不思議はないと思うのは自分だけでしょうか。今回のテーマはこちら、過去動画まとめ、ワンピースの謎を全て解き明かす隠されたオマージュ描写編。ひとまずこの動画を最後までご覧いただくことによって一体何がわかるのかを説明させてください。はい、ドン。まずは基本知識ですね。小田先生が扱うオマージュ描写は非常にわかりやすい簡単なものから、様々な情報を駆使しないと見つけられない難解なものまで、大小4種類のオマージュパターンが存在するというのが私の考えでございます。それをすっきりわかりやすくまとめておりますので、まずはそちらをおさらいしていきましょう。そしてストーリー構成の全体図の法則に触れ、ワノ国から最終回までの展開予想をさせていただきます。その上でリーの一族、ズニーシャ、頂上戦争などの作中の超重要設定に驚愕のモデルが存在していることを紹介いたしまして、最終的にはワンピースの最終決戦でオマージュされるであろうとある物語に触れてまいります。さあそれでは早速いきましょうか。すべてわかるシリーズ第12弾、ワンピースの謎を解き明かす隠されたオマージュ描写編、ご覧ください。 It's One Piece 大好き、もっち。 NEXT。
まずはもったいぶらずに、ワンピース考察において重要な3つの法則を全てお伝えいたします。はい、ドン。1.4 種類のオマージュパターン。 2.4 部構成で描かれる物語。 3.イーストブルー編の真の役割。こちらの3点ですね。法則1.4 種類のオマージュパターン。ご存知の方も多いでしょうけど、ワンピースという作品には様々なオマージュ描写が用いられております。そしてそれらを種類ごとに分類すると、大きく4つのパターンが存在していることが見えてくるんですよね。有名人オマージュ、実在する海賊オマージュ、他作品の物語オマージュ、他作品のアニメオマージュ、こちら4つでございます。一番上は一番有名ですよね。有名人オマージュ。ワンピースにおける有名人オマージュは作中最も分かりやすいオマージュ描写と言えるのではないでしょうか。海軍大将とレジェンド俳優、赤犬が菅原文太さん、青キジが松田優作さん、キザルは田中邦衛さん、フジトラは勝慎太郎さん。小田先生が好きなレジェンド俳優の外見がそのまま海軍大将の外見に採用されております。さらに有名人オマージュはこれだけではございません。ルルとフレディ・マーキュリー、エネルとエミネム、ジャンゴとスティーブン・タイラーなどなど、採用する有名人は国内にとどまらず多岐にわたります。この外見の一致率を考えれば、オマージュしているかしてないかの議論はする必要すらありませんよね。続いて2つ目、実在する海賊オマージュ。当チャンネルでもこれまでにこの実在する海賊オマージュをベースに考察していくことが多々ございました。エドワード・ティーチ、アルビダ、アンボニー、ウィリアム・キッド、ジョン・ホーキンス、フランシス・ドレイク、チュイ・アプー、バーソロミュー・ロバーツ。こちらも非常に分かりやすいですよね。誰がどのキャラクターのモデルになっているかはいちいち発表せずとも、皆さんの頭にすぐに浮かんでいるのではないでしょうか。このオマージュパターンの特徴としましては、主にネーミングのみが採用されており、その海賊の性格やその海賊のエピソードなどはそこまで正確に採用されてはいない印象ですね。ちなみにですが、実在した海賊のエピソードを史実そのままワンピース上で再現するとなると、なんと黒ひげを倒すのはメイナード中将ということになってしまいます。いくらなんでもさすがにこれはソース感のぶっ飛び考察になっちゃいそうです。さあ、続きまして3つ目のパターンは、他作品の物語オマージュ。こちらに関しては言われてみればそうかもねというパターンになるでしょうか。例を挙げるとするならば、和の国が桃太郎、魚人島が浦島太郎、ホールケーキアイランドがアラジン、ドレスローザがガリバー旅行記などでしょうか。世界中の名作や日本昔話など誰でも知っているであろう物語、その要素の一部が作中で再現されるパターンです。このパターンの難しいところは、オマージュ採用する作品の要素を小田先生がどんなバランスでどの程度取り入れるのかはその時次第という点ですね。魚人島で玉手箱を再現した手法のようにかなりがっちりオマージュするパターンもあれば、その逆に戦闘丸と金太郎のようなあっさりしたオマージュも存在しているのが最大の特徴と言えるかもしれません。そして最後のパターン、本日の考察の肝でもあり、もっと言えばこのチャンネルの真骨頂とも言える隠されたオマージュパターンがこちら、他作品のアニメオマージュ。このパターンに関してはよほどマニアックな考察者じゃない限り、まず一つの考察の根拠として提示するなんていうことは珍しい隠されたオマージュパターンと言えるかもしれませんね。ただこのチャンネルではすでにドラゴンボールオマージュとして、ニョイボーとクリマタクト、キントーンとゼウス、元気玉とライゴー、シェンロンと竜型カイドウ、マジンブーとビッグマムがそれぞれ対応しているだろうと予測し、さらにルローニケンシンオマージュとして、クズ流線と光月家の家紋、天かける竜のひらめきと天かける竜のひずめがそれぞれオマージュされているのではないかと予測してまいりました。中でもビッグマムのモデルマジンブー説に関しては、2021年12月現在このチャンネルで最も再生されている動画になっております。この考察、ビッグマムが仲間になるかならないかという点に関しては当然賛否が真っ二つに分かれてはいるのですが、その大前提として提示したマジンブーがモデルであるという部分に関しては多くの視聴者さんに納得してもらえている状況です。そして本日より始まったこの暴いてはいけないシリーズでは、ドラゴンボールやルローニケンシン以外にも数多く採用されている他作品アニメのオマージュをガンガン発表していくとともに、最終的にはジョイボーイの正体やひとつなぎの大秘宝の正体までたどり着きたいと考えております。早くその最終段階を皆さんにお伝えしたい気持ちで溢れておりますが、冷静に一つ一つ解決していきましょう。法則に4部構成で描かれる物語。ワンピースという物語は主に
イーストブルー編、グランドライン編前半、グランドライン編後半、ざっくり分けるとこの3つの章に分かれており、さらにここに最終章と呼ばれる4つ目のパートが加わり、全体で見れば4部構成になるというのが考察会では大体の共通認識となっております。ここで重要なポイントとしては、ワンピースは一体どこからが最終章なのかという点でございます。海軍や政府、もしくは黒ひげやシャンクスと戦う章があり、そこだけが最終章という位置づけなのか、もしくはワノ国編も含めた一連の流れが最終章なのか、いずれにせよこの先の戦いの舞台はそのまま変わらず、グランドライン後半、新世界である可能性が高い以上、区切りが明確にならないのがややこしさを生んでしまいますよね。個人の解釈次第と片付けてしまっても良さそうではありますが、こちらご覧いただけますでしょうか。コミックス100巻記念の際の小田先生のコメントですよね。この中に答えとなる一言があります。物語は終盤です。はい、小田先生本人がすでに断言しちゃってるんですよね。わざわざ新聞という媒体を使ってまでワンピースは終盤だと言い切ってしまっている以上、ワノ国は最終章に含まれると考えるべきなのではないでしょうか。ということで、ワンピース考察における3つの法則のうち2つ目は、物語は最終的に4部構成となり、ワノ国編は最終章に含まれるというものでした。さあ、これらを踏まえた上で最後の法則、3つ目の法則に進んでまいります。法則3、イーストブルー編の真の役割。実はこの法則に関しては、以前アップしたワンピースの最終回考察、古代兵器プルトン考察を進行していくにあたり、アーロン編の真実という形で紹介している法則でございますので、なんとなく覚えてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんね。改めて説明させていただきます。まずワンピースは前半の海と後半の海をリンクさせる手法、スケールアップして描く手法が用いられており、一つの隠しルールとして考察会でも共有されてきました。その分岐となる最も有名なリンクが第1巻と第61巻の表紙ですよね。1巻当時のメンバーであるルフィ、ゾロ、ナミが全く同じ構図、全く同じポーズで61巻に描かれており、タイトルも同じくロマンスドーンで一致しております。この手法により我々読者も61巻から折り返しがスタートしたと認識できたわけです。その他のリンクに関しては数が多いのでさらっと紹介しますが、アラバスタ編とドレスローザ編、スリラーバーク編とホールケーキアイランド編、こうして改めて並べて見てみると明らかなリンクと断言して良い気がします。そしてこの他にも前半の海と後半の海のリンク描写は数多く存在しておりますので、それすなわちであるならば、ワノ国を含む最終章もどこかのストーリーとリンクするはず、このように思考を進めていくことができますよね。改めてですが、ワンピースという物語の最終的な構成は、イーストブルー編、グランドライン編前半、グランドライン編後半、最終章、この4部構成となっております。そして先ほどお伝えしましたグランドライン前半とグランドライン後半のリンク描写、これを踏まえて考えますと、最終章とリンクするのがイーストブルー編だったとしたら、非常に収まりが良いと言えるのではないでしょうか。さあ、これらを全て加味して私もっちが提唱したい法則が、最終章のストーリーの骨組みにイーストブルー編のストーリーが採用されるという視点でございます。これこそがイーストブルー編の真の役割なのではないかと。続いて私もちが注目したいのが、アルビダ編とワノ国編のリンクでございます。ワノ国編が最終章に含まれていると仮定するならば、そして最終章とイーストブルー編がリンクするとするならば、すでに佳境に入っているワノ国編に分かりやすいオマージュ描写がすでに採用されていなければ、この仮説は破綻してしまいます。さあ、私もちが考えるこの壮大な仮説の方向性が間違っていないかを確認してまいりましょう。1、物語のスタート。はい、アルビダ編、ワノ国編ともに遭難しかけたルフィがたった一人で島に漂着し、冒険がスタートしております。これは非常に幸先の良いリンク描写ですよね。ワンピースには数々の物語がありますが、ルフィ一人でスタートするショーはなんとアルビダ編とワノ国編の2つのみなんですよね。2、ボスの設定。こちらも分かりやすい共通点、ワノ国編のボスを同じ4校で懸賞金もほぼ同額である2人の大海賊ビッグマムとカイドウという目線で考えると、アルビダは2人の特徴を併せ持つキャラクターと言えるのではないでしょうか。3、ルフィのセリフ。
これは完全一致と言えるリンク描写。一言一句同じゴムだからというセリフをこの2つの物語に採用しているのには明確な意図があると考えるのが自然です。さあこの他にもこちらコビーと侍たちに着目すると見えてくる共通点なども存在しておりますので、アルビダ編がワノ国編の骨組みの一部になっているという仮説にもある程度の信憑性が生まれてくるのではないでしょうか。そしてここまでを考えますと、このような形でイーストブルー編の物語がワノ国からスタートする最終章に非常に綺麗にリンクする可能性が見えてくるのではないでしょうか。ちなみにワンピースという物語の序章という位置づけとなっている第1巻第1話の物語に関してですが、もしかしたらワノ国編の前に挟まったレベリー編と対応しているのかもしれませんよね。根拠としてはやはりこちら、シャンクスと麦わら帽子でございます。物語のスタートである第1話で最も印象的に描かれたシャンクスと麦わら帽子、これは皆さんご存知の通りレベリー編でも誰かの過去回想や名前だけの登場ではなく、しっかり実物が登場しております。となるとワンピースのレベリー編の位置づけは最終章の序章という位置づけと考えれば、こちらも綺麗に収まるのではないでしょうか。さらにイーストブルーアルビダ編の次の物語であるモーガン編とバギー編に関しては、私もち全てワノ国と対応していると考えてるんですよね。3つの物語がセットとなりワノ国編とリンクしているという考えです。はい、薄々感づいている方もいらっしゃったかもしれませんが、私もっちーが考えるワンピースという物語の隠された構成パターンがこちらです。最終回があらかじめ決まっている状態で連載がスタートしたワンピース、尾田先生は初期構想の時点ですでにワノ国から始まる最終章の大体の流れを決めていた可能性は高いはずです。であるならば物語としての完成度をさらに高めるために、尾田先生の遊び心の一つとしてストーリーの序盤を最終章の縮小版となる物語として描いてみよう、こんなアイデアが浮かんでいたとしても不思議ではございません。 It's One Piece 大好きモッチー NEXT。まずはこの説の根拠、そのベースとなるのはワンピースを考察する上では絶対欠かせない中世ヨーロッパで活躍したテンプル騎士団の伝説ですよね。テンプル騎士団の主な伝説はこちら、歴代団長の名前の一部に DE どのつく者たちが多数存在した。当時のテンプル騎士団は時のフランス王国の総財産を超える莫大な宝を所持していると噂されていた。そしてその莫大な宝に目をつけた時のフランス国王フィリップ4世はテンプル騎士団最後の団長ジャック・ド・モレーに濡れ衣を着せて公開処刑した。死の間際ジャック・ド・モレーはこう叫んだと言われています。自分を死に追いやったフランス国王そしてローマ教皇は1年以内に死に、その後家計は途絶えるであろう、まるで未来予知のような言葉を残し、後にその言葉は現実となった。そして処刑後彼の遺体を掘り起こすとクロスした2本の骨と頭蓋骨が埋まっていた。残された団員たちは人は2本の骨と頭蓋骨さえあれば復活できるという意味を込めてジョリー・ロジャーと呼ばれるシンボルを掲げ、これが黒い旗にドクロという海賊旗の源流となった。そしてテンプル騎士団の残党たちはフランス国王フィリップ4世の弾圧から逃れるためにその身を隠し海賊になる者、そして石工職人になる者に分かれていったと。さらにワンピース第1巻実質的な一番最初の SBS、 まだ SBS という名前もついていなかった部分ですよね。そこではジョリー・ロジャーの海賊旗に関する尾田先生の説明が添えられています。 It's One Piece 大好きモッチー NEXT。 雲をつかむような図任者の正体を考えていく上で一番説得力を持つのはモデルですよね。考察界ではそこそこ有名なのですが、皆さんは図任者のモデルが何かを知っていますでしょうか。こちらに関しては図任者の学名がナイタミエノリダだと判明した83巻の SBS が最大のヒント、いやむしろ答えになりますね。ナイタミエノリダ、逆から読むとダリの絵みたいな、つまりダリの絵みたいなという文章となり、
これは文字通り20世紀に活躍したサルバドール・ダリの絵がモデルになっていることが判明します。百聞は一見にしかず、こちらをご覧ください。いかがでしょうか。これも確定ですよね。1987年、ダリによって生み出された宇宙像と名付けられたこの作品に描かれている像は極めて特徴的な細長い足を持っており、背中の上には古代碑のような建築物が載せられています。これはモコモコ王国を背中に乗せ、長い足で何百年も海を歩き続けているズニーシャの特徴とドンピシャで一致。さらに私モッチーが注目したいのが、ダリによって生み出されたこの宇宙像、実は全く同じ像が2体描かれているんですよね。はい、ここが今までどの考察者さんも、そしてどの考察サイトさんも全くもって考えてこなかった仮説、ズニーシャ双子説のきっかけです。もちろんこの時点では、いやいやいや、ダリの絵に像が2体描かれているからってさすがにと感じる方がほとんどでしょう。そんな方々に思い出していただきたいのが802話像です。この回のラストでは幻の島像にたどり着く困難さを解説するトラファルガーローが描かれます。深い霧と押し返す海流で侵入を阻む島だと聞いている。皆さん、この文章何かを思い出しませんか。深い霧、特殊な海流、巨大生物、はい、フロリアントライアングルです。シャボンディ諸島にたどり着く前の最後の難関としてルフィたちの前に立ちはだかったフロリアントライアングル、この海域の謎に関しては結局は明かされぬままだったんですよね。そしてスリラーワーク編終わりにはこちら、何の説明もない超巨大生物の影が描かれました。この影に関してはこれまで様々な説がこのように出ていますが、結果有力となるような結論には誰もたどり着けてはおらず、考察界でも長年放置されている謎の一つでした。しかしズニーシャ双子説を踏まえて考えると、あの場所には新世界側にいた我々の知るズニーシャとは全く別のもう一体の像がいたのではないかと説明できるわけです。改めてズニーシャの初登場シーンとスリラーバークのラストシーンを見比べてみると、なんとなくですが同じ構図に見えてくるとは思いませんか。要するにこの3本の影は細長いズニーシャの足ということですね。深い霧という共通点、特殊な海流という共通点、巨大生物という共通点、そして全く同じに見える構図、さらにズニーシャのモデルであるダリの絵に描かれた2体の像、ぶっ飛び考察感満載だったズニーシャ双子説にも少し光が差してくるとは思いませんか。さらに付け加えるならば、この魔の海域フロリアントライアングルでブルックの船が50年間もの間なんだかんだ沈められていなかったこと、ルフィたちがこの海域を後にする際あの巨大生物が襲ってこなかったことを合わせて考えると、何かを知るもう一体の像がシャボンディ諸島の手前に留まっており、ルフィたちが無事に出航するのを見届けたとも考えられますよね。さあガンガンいきますよ。最後に考えたいのがこちら、リバースマウンテン双子岬に関してです。 It's one piece 大好きモッチー NEXT。 頂上戦争と第一次世界大戦、8つの共通点。頂上戦争と第一次世界大戦、いまいちピンとこないけど、どういうこと。そんな方々も多いでしょうから、まずは先ほどお伝えした8つの共通点を全て発表しちゃいます。はい、ドン。チーム分け、きっかけ、戦場、作戦、裏切り、援軍、敗戦国、戦後の力関係、はい、ほぼ全部っすこちらを上から解説していくんですが、この動画はあくまでもワンピースの考察動画であって世界史の解説動画ではないので、あまり深追いはせずにテンポ重視でポンポンいきますね。細かいご指摘が出てくるとは思いますが、完全一致ということではなく、おそらく影響を受けているはずという見方なので、そのあたりを踏まえてご覧いただけると嬉しいです。まずはこちら、1、チーム分け。まずは現実世界の第一次世界大戦から思い出していきましょう。1914年から1918年、約4年間続いた第一次世界大戦は、主にドイツ、オーストリア、イタリアチームとフランス、イギリス、ロシア、セルビアチームとの戦いで、それぞれの親分ポジションはドイツとフランスです。つまりざっくり言うと、ドイツチーム VS フランスチームという構図でした。一方、頂上戦争はというと、白ひげ海賊団 VS 世界政府海軍七部会の連合国でしたよね。これどっちがどっちなのっていう話ですが、まずは世界政府チームを見てみましょう。世界政府チームの本拠地、聖地マリージョアにはパンゲア城がありますよね。あの城のモデルはかつてフランス国王が住んでいたシャンボール城です。他にも政府とフランスをつなぐ根拠はたくさんあるんですが、長くなるのでここでは割愛しちゃいますね。
はい、世界政府チームがフランスチームに対応しているならば、当然白ひげ海賊団はドイツチームということになります。ここで考察好きの読者はピンとくるんじゃないでしょうか。こちら当時のジャンプで今回の主役であるエースが初登場したシーンです。この背中のマークに注目。そうなんです、政治的な意味合いを多く含んでしまうこの万字のマークはコミックスでは十字架に変更されているんですよね。そして変更前のこの万字のマークこそナチスドイツの国旗に採用されているんです。ということで白ひげ海賊団イコールドイツチーム、世界政府チームイコールフランスチームというのは疑いようがないのではないでしょうか。2、きっかけ。続いて2つの戦争のきっかけですが、まずはワンピースの頂上戦争では海賊王の息子エースが処刑されるから白ひげガチギレでしたよね。一方第一次世界大戦のきっかけは1914年6月に起こったサラエボ事件というもので、簡単に言うとドイツチームの同盟国であるオーストリアの皇太子が暗殺されてドイツガチギレ、そんな事件でした。処刑されると暗殺されたですので若干の違いはあるものの、友達の息子が殺される過去殺されたから親分ブチギレという非常に近い構図と言えるのではないでしょうか。3、戦場。まずは第一次世界大戦から。世界大戦というくらいですから様々な場所が戦場になるんですが、その中でも一番最初の戦い1914年に起きたマルヌの戦いに注目します。この戦いがまさに両チームの親分同士の戦い、ドイツ VS フランスそのものでして、頂上戦争とかなりのシンクロ率を誇ります。行かれるドイツ軍がフランスの首都パリに向けて東側から攻め込み、フランスがそれを迎え撃つ、そんな状況でした。一方頂上戦争は行かれる白ひげ海賊団が政府本拠地マリージョアにグランドライン側から攻め込み、政府がそれを迎え撃つ、ということで2つの戦争の戦場も一致しております。4、作戦。続いては作戦、つまりはどう攻めるかという部分ですね。まずは第一次世界大戦、イギリスの海上封鎖に対抗する形でドイツ軍が取ったのが無制限潜水艦作戦です。うわーってなりますよね。ワンピース頂上戦争では海軍の包囲壁に対抗する形で白ひげ海賊団のコーティング船が海底から姿を現しました。こちらもシンクロ率はかなり高いと言えるのではないでしょうか。5、裏切り。はい、どんどんいきますよ。続いては裏切りについてですが、言うまでもなく白ひげ海賊団傘下の大渦雲スクワードが裏切ったために白ひげは大ダメージを負いました。対して第一次世界大戦で何があったかというと、共通点1でもお伝えしたチーム分けはこちらでしたよね。これがなんとまさかのイタリアが敵についてしまい、ドイツは裏切られてしまうんです。つまりドイツ、オーストリア VS フランス、イギリス、ロシア、セルビア、そしてイタリアと、これはさすがにきちいでございます。6、援軍。さあ、イタリアのまさかの裏切りによって絶体絶命のピンチが訪れてしまったドイツチームですが、ここで援軍が現れます。はい、アメリカ登場です。しかもまさかまさかの敵サイドのフランスチームに加わってしまうんですよね。 It's one piece, 大好き、もっち、 next。 ワンピースの最終章の予言にもなり得るその超重要ワードとはズバリ氷の心。サンジのありえない頑丈さを目の当たりにしたクイーンがかつてのジャッジの発言を思い出す場面ですよね。確かに昔ジャッジは言ってた、人間に外骨格を、異常な回復力を、腕力を、そして何も感じない氷の心を。現在ワンピース考察会では白化する種族ルナーリア族や太陽の神ニカなど炎の重要性に注目が集まっている状況でした。そんな中、突拍子なく、そして意味ありげに氷というワードが飛び出したわけですので、何とも言えない違和感を感じた方々も多かったはず。ただこれ違和感どころの騒ぎじゃないんです。もったいぶらずに結論からお伝えしますが、ワンピースという壮大な物語、その集大成となる最終章では北欧神話オマージュが採用されるはず。となれば必然的に北欧神話上炎と同レベルで重要視されている氷に関しても近い将来必ずピックアップされるはず、そう予想していたからです。
要するに今回のクイーンの発言により北欧神話オマージュ採用の可能性が格段に上がったと考えられるわけです。ワンピースの今後の物語を予想する上で最も重要な鍵となる北欧神話、いまいちピンときてない方々もいらっしゃるでしょうから、この北欧神話の壮大すぎるストーリーを解説しちゃいますね。我々の住むこの世界はどのように生まれ、そしてどのように発展していったのか、ワンピースの根幹に密接につながる神々の物語とは。我々人類が誕生するよりもはるか昔、かつて何もない虚無の世界にたった2つの国が存在していました。世界の南方に存在する炎と光の国ヌスペルヘイム、そして世界の北方に存在する氷と闇の国ニブルヘイム。この2つの国のちょうど中間において、南方の炎と北方の氷が接触、炎と氷がぶつかることにより世界の中心に最初の巨人が生まれました。ユミルと呼ばれるその巨人が全ての礎となり、やがて生まれたのは後に巨人族と呼ばれることになる光り輝くものを意味するバンシン族、そして後に神々と呼ばれることになるコー・ノルド語でそのまま神を意味するアース神族。虚無の世界に現れた2つの勢力はこの世界そのものを形成していくこととなります。我々にも聞きなじみのある主神オーディンはアース神族に属し、神の国アースガルド、さらには人間の国ミッドガルドを生み出します。その後時は流れ、神々と巨人族との間には小さないさかいが頻発するようになり、その溝は埋められないものへとなっていきます。長きにわたる戦争は次第にその激しさを増し、ついに神々の住まうアースガルドに一斉攻撃を仕掛ける巨人族。世界の破滅がすでに予言されている中、いよいよ始まる最終決戦ラグナロク。これが北欧神話の大体のストーリーです。今回のテーマでもある氷が北欧神話上いかに大事かは分かっていただけましたでしょうか。世界の始まり、全てのきっかけとなっている2つの国、その一角を担うのが北方に存在する氷と闇の国ニブルヘイム。これらのワードは嫌でもノースブルー、氷の心、ノースの闇を連想させますよね。となればこれから先のワンピースでは炎の重要性と同レベルの項目として氷の重要性が描かれていく可能性は高いはず。そしてそれはすなわち神々と巨人族の最終決戦ラグナロクが物語の最終章としてオマージュされるのではという仮説につながっていきます。続いてこの仮説の信憑性をさらに高めていくために、ワンピース作中ですでに採用されている代表的な北欧神話オマージュを紹介していきます。大きく3つです。1. ミッドガルズ。先ほど紹介した北欧神話のエピソードの中に人間の国ミッドガルズというワードが登場しました。お気づきの方もいらっしゃったかもしれませんが、これは天竜人であるドンキホーテミョズガルズの由来になっていると考えられます。ミッドガルズからミョズガルズということですね。ミョズガルズは魚人島に漂着し、乙姫に救われたことで人間にしてもらった天竜人でした。神から人間になったキャラクターですから、人間の国ミッドガルズとはこれ以上なくハマってますよね。2. 巨人族の王ロキ。ホールケーキアイランド編で名前だけが登場しております巨人国エルバクの王子ロキ、これはもうそのまんまオマージュですよね。北欧神話に登場する巨人ロキがモチーフとなっていると見て間違いないでしょう。ロキは北欧神話においては最重要人物と言ってもいいほどのキャラクター。最終決戦ラグナロクでは巨人族を率いて神の国アースガルズに攻め込むんですよね。果たしてこのエピソードはオマージュされるのでしょうか。3. グングニル。ワンピースにおけるグングニルといえばこちら。死人は役に立たねえが腕一本残ってりゃ敵将の首も取れる、喰らえこの命を、グングニル。私もっちが選ぶ激アツ決着ランキング堂々1位のこのグングニルも北欧神話がモチーフの技なんですよね。再登場するのは確定的と言っても良い新挙兵海賊団船長のハイルディンは最終章においてどんな役割を担うのでしょうか。他にも細かいオマージュ描写はたくさんあるのですが、代表的なのはこの辺りですね。こうして改めて並べてみると北欧神話オマージュが採用されているのは主に巨人族という法則があることに気づきます。
ワンピースにおける巨人族は数多く存在する種族の中の一種というだけではなく、物語の根幹に関わる重要な種族のはずです。そんな巨人族にこれだけ北欧神話が絡んでるわけですから、疑い深いそこのあなたもさすがに根拠のない妄想と言い切ることはできないのではないでしょうか。そして最後に、これら全てを上回る決定的な動かぬ証拠を示してこの動画を締めましょう。ワンピースと北欧神話を紐付ける最大の根拠がこちら。はい、これは北欧神話上で用いられるルーン文字の一つで、ダエグと読みます。このダエグ、アルファベットの D に相当し、その意味はなんと夜明け。